さあ、時対策スクールで S. L. C. がお送りする英文法。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。<noise> さあ、できましたか。まあ、B. は違いますよね。で、なぜそれを感じるのかと言われたら、空所の右側。 ED ついておりますので過去分詞ではなかろうかもしくは形容詞と考えた方もいらっしゃるはずで並んでる選択肢が関係詞ただここでピンとくるかどうかなんですが接続詞もしくは関係詞の後ろに形容詞とか副詞を突然取れるものいきなり置いても構わないものは一つに決まりましたねそうです正解は D ということで下にまとめておきました 接続詞関係詞の中で直後に形容詞もしくは副詞が置けるのは「How」または「However」で今回のように文頭 No matter how、まあ、これは言い換え可能ですよね。で関係代名詞か関係副詞皆さんそこそこ知っているかと思いますが今回のように直後に形容詞や副詞それが置けるのは「How」だけですよというところまで意識できている方は、まあ、あんまりいらっしゃらないんじゃなかろうかということで本日この問題を持ってきました。 ぜひ参考なさっていただけるとよろしいかと思います。で、あとはいよを確認いたしますので、文章をご覧ください。たとえ、どれほど、どんなに才能があっても、あなた一人では世界を変えることができない。そんな感じでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸一番に入るごく。 それをスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いですということでチャンネル登録もよろしくお願いいたします